菊池が蹴ります。ここから1本目はショートコーナーでした。今度はシンプルに入れたニアサイド。前半のうちに先制に成功しました。アディショナルタイム、柏先生、綺麗なゴールでしたよ。ここキーパー前からスーッとニアにまっすぐこうボールに向かうようにこう出てきて、まあ、シュートというか本当にちょっとコースを変えただけなんですけどね。はい、